ます。皆さん改めましてこんにちは。ようこそお越しくださいました、今日は東京町田の鈴木楽器店さんにお邪魔をさせていただきまして、今お聴きいただきました門松みゆきの最新シングル、おととい発売になったばかりでございます。アイダリダの発売キャンペーンということで、お暑い中よく来てくださいました。いやー本当に異常気象ですね。もう嫌になっちゃいますね、暑くてね。本当に部屋にいてもクーラーかけてますけどね、もうちょっとお手洗い行っただけでも汗だく、でまたね汗かいて戻ってきたら本当にね、その汗かいた時にクーラー浴びるほど辛いことないじゃないですか。だから本当にね、もう夏風邪とかね一番注意しなきゃいけないなっていうふうに思ってますし、あとやっぱね寝てる時とかもクーラーかけてるじゃないですか。そうするとね、こう口開けて寝たりしてるとね、もう朝起きたらもう本当冷え切ってびっくりする時ありますけどね。あ、写真撮ってください。ありがとうございます。綺麗に撮ってください、ね、はい、ありがとうございます。いいですか。はい、大丈夫、ありがとうございます。で本当にですね、まあ、今年入ってもうまだね7月、まあ、もうすぐね終わってしまいますけれども、もう8月9月どうなっちゃうのかなって、このままね暑いまま行っちゃったら、だって今ね最高気温でも38度ぐらい行ってるとこありますもんね。町田はどうですか。7とか8とかまで行く時もある。そうなんですね。じゃあ鈴木楽器さんは涼しいですね、そう考えるとね。あの皆さん町田に来たらここに涼みに来てください、ぜひ。ね、本当にやっぱりね、ちょっと外に出るのも勇気がいるぐらいに本当に、ね、暑い時期になりましたけれども、まあ、この暑さを吹き飛ばすぐらい一生懸命歌っていきたいと思います。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。昨日ですね、7月の27日、門松みゆきの新曲発売ライブということで、原宿のクロコダイルさんにお邪魔させていただきまして、ライブをさせていただきました。お越しくださった皆様ありがとうございます。はい、本当にですね、たくさんの皆様にお越しいただきまして、まあ、エールを送ってくださった皆様もいらっしゃったと思うんですけれども、まあ、やっぱりですね、たくさんの皆さんに支えていただいて、まあ、やっぱり年に一度こうして CD をリリースさせていただけるということがですね、やっぱり私たち歌い手としては本当にありがたいことなんですね。でやっぱり皆さんに応援をしていただいて、あ、来年も出せるかなっていつも不安な気持ちでいっぱいなんですけれども、本当にね、皆様のおかげで今年も5年目にして、そして5枚目のシングルを発売させていただくことができました。いつも本当に応援をありがとうございます。なかなかやっぱりね、当たり前なことじゃないなっていうのが改めて感じさせていただく、やっぱりこう、まあ、デビューから翌年からね、コロナ禍の影響で本当に思いの活動ができない中でありましたけれども、こうして皆様がねやっぱり来てくださって、歌う環境をね作ってくださるということがもう本当に何よりも、ありがたいことであり、それに対してやっぱり歌でしっかりお返ししていかなきゃいけないなって、もう本当にね、やっとこうコロナが落ち着いて改めてこう身の引き締まる思いでいっぱいでございます。最初にまずはですね、アイダリダからお聴きいただきましたが、続いてはカバー曲をお届けしたいと思います。先日、BS テレビ東京じゃない、間違えたNHK の BS プレミアムで放送になりました、新 BS 日本の歌で、カバーさせていただいた1曲お届けしたいと思います。東京ララバイ、聴いてください。発売させていただきましたが、今回は3曲入りで1500円となっております。1曲目はアイダリダ、そして2曲目がバイバイ、そして3曲目に、デビュー曲道の空母教科のカップリングに収録をいたしました、濡れて巡り雨という曲を収録いたしました。まずはその曲から聴いてください。出てめぐり雨という曲をお届けいたしました。はい、まあ、デビュー曲の、ね、カップリングということでしたけれども、本当に、まあ、この曲自体も根強いファンの方が多くてですね、まあ、今歌わせていただいても、あ、すごくいい歌だね、こんな曲あったんだねというふうにね、皆さんに注目していただける一曲でございます。まあ、本当にね、カップ
プリングにするのがもったいないねというような時に言われたぐらいに人気の高い曲でございましたので、今回収録をさせていただきました。私自身もすごく好きな一曲でして、もうもちろんですね、いただいた一曲一曲もういろんな思いがある作品で、まあ、自分にとっては本当にね、なんか宝物、子供のような気持ちでございますけれども、やっぱりね、そのオリジナル曲をいただく時って毎回毎回不安なんですよ。で、カバー曲を歌わせていただく曲っていうのは大体見本があるわけじゃないですか。で、先輩方が歌われてる作品があったりとか、またそれをカバーされた方々がいらっしゃったりとかね、そういった見本があるので、まあ、そこからどう自分の歌にしていくかなっていうふうに考えるんですけれども、オリジナルってね、見本がないですから、自分で全部ゼロからね作っていかなきゃいけないなというところがあるんですけれども、でもまたそれもね、やっぱりこの歌い手のなんか幸せなところというか、一番辛い時期ではあるんですよ、そのレコーディングまでの時期が。で、いろんな壁にぶち当たったりとか、本当にいろんなね思いでそこに挑むわけなんですけれども、でもそれを乗り越えるともう自信になって、あ、皆さんに聴いていただきたいな、そして歌っていただきたいなというところにたどり着くんですけれども、それまでが本当に大変なんですよ。もう毎回毎回ね苦労はするんですけれども、まあ、門松みゆきなりに一生懸命歌わせていただいているのが皆さんに少しでも伝わったらいいな、そんな風に頑張らさせていただいております。さて続いてですが、もう一曲バイバイというカップリングをお届けしたいと思います。もう今までね、本当に私はもうド演歌、もう北島三郎さんとか細川たかしさんみたいなね演歌が大好きだったんですけど、今回横文字をいただきました。今ねツイッターとかも一生懸命頑張って更新してるんですけれども、そのバイバイっていう綴りをね、一番最初のツイッターで間違えて投稿しちゃったんですよ。そう、ね、バイバイだってもう3文字だけなのにそれを間違っちゃうっていうぐらいに本当にね横文字が苦手なんですけれども、本当に学校にいる時もね、英語は苦手で、私5段階評価だったんですけど3だった普通っていうねそうそう苦手だったんですけどね、今回そういった一曲いただきました。まあ、門松みゆきは結構割とこう語りのねしっとりとした歌を歌うっていうイメージを持たれてる方も多いのかなっていう印象なんですけれども、今回新しいもう一面を見ていただける作品になりました。こちらのですねサビの部分でぜひ皆様に声を出していただきたいんですけど、いいですか？はい、そう、昨日やったから覚えてるよね昨日やったから覚えてるねじゃあ先陣切ってやってくださいサビの部分で思い出だけを置き去りにってところがあるんです。ちょっと恥ずかしがらないでやってくださいよそう、ここの部分でぜひ皆さんにみゆきバイバイと同じ3文字ですから、間違えずにね皆さんにぜひ掛け声をかけていただきたいと思います。ね、ぜひ、まあ、あまり大きな声も出すことないでしょうから、普段ね、ぜひ普段のストレス発散だと思ってぜひみゆきと皆さんにご唱和いただきたいと思います。それでは聴いてください、バイバイ。昨日練習した甲斐がありましたね、バッチリです。手拍子もちゃんと揃ってた。昨日ねライブやったらみんなぐちゃぐちゃになってた本当にもう誰に合わせたらいいのかなってもうね思うくらいに、途中でみんな歌に集中しちゃって、あ、みゆきって言わなきゃってなってて、もう皆さんね本当に優しいから一生懸命やってくださるんですよね。もうその思いはしっかり伝わってますから、ありがとうございます。皆さんにご協力いただいてバイバイお届けいたしました。ぜひですね、今日もうタイミング覚えましたね。はい、どこかでまた歌った際には恥ずかしがらずに大きな声で右手を上げてやってくださいありがとうございます。前の人殴らないね、それだけ気をつけ、それだけ気をつけ、距離感だけね、それ大事ですから、ありがとうございます。さて最後になりますが、新曲アイダリダフルコーラスでお届けしたいと思います。本当にね今日はお暑い中皆様ようこそお越しくださいました。これからもっともっと暑くなると思いますからね、とにかく体調に気をつけて、またこうして元気でお会いできるのを私も楽しみに一生懸命頑張りたいと思います。そしてこのアイダリダ、私デビュー4年目、5年目を迎えさせていただきます。今年30にもなりました。もう両方節目の年でございます。
少しでもですね成長できるように一生懸命頑張っていきたいと思いますので、どうぞ皆様引き続き応援のほどよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。それでは、最新曲アイダリダをお届けしたいと思います。このダリダという言葉はですね、まあ、いわゆる造語、まあ、意味のない言葉と言ったらいいんですかね、この主人公の女性の切なさ、儚さ、虚しさ、いろんな思いをダリダという言葉にぶつけたというふうにね表現をさせていただいておりますけれども、まあ、この30になった門松みゆきにふさわしい大人の愛の歌となっておりますので、ぜひ皆様に引き続き応援をいただけたらと思います。それでは最後に聴いてください。はい、誰だ。私のことはほっといて、好きなだけ酔わせてよ。町田鈴木楽器さんの YouTube チャンネルをご覧の皆様、いかがお過ごしでしょうか。日本コロンビアの門松みゆきです。今日も新曲発売キャンペーンということでお邪魔させていただきました。この新曲アイダリダ、そしてカップリングにバイバイという曲と濡れてめぐり雨、3曲収録させていただきました。1曲1曲本当に素晴らしい作品をいただきましたので、ぜひ皆様に愛して応援していただけたら嬉しいなと思っております。今年デビュー4年、そして5年目を迎えさせていただき、年齢としても30という節目を迎えました。また一歩一歩ではありますけれども、成長できるように一生懸命頑張っていきたいと思います。どうぞ皆様ご声援のほどよろしくお願いいたします。以上、門松みゆきでした。